せーの、こんこんににちちは。は。今日もまったり、元気。先生方の研究のサポートをしています、研究支援課所属の大学職員高橋と、新人の山田でお送りします。今日も楽しく先生方に研究の魅力をお伺いしていきたいと思います。よろしくお願いいたしお願いします。パチパます。チと。それでは、早速ですけれども、本日から3回ご出演いただく先生をご紹介させていただきます。今回はですね、金城学院大学で教授でお勤めいただいております岩崎先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたしおま願いす。します。パ楽チパしチと。ちょっと先生のプロフィールについて簡単にご紹介させていただきます。先生はですね、博士課程を単位取得満期大学されまして、その後2004年から金城学院大学の現代文化学部講師をお勤めなられております。その後ですね、職位の方を挙げられまして、2015年から教授としてお勤めいただいております。また学位として、博士の学術の方を取られております。よろしくお願いいたしよろしくお願まいしす。ます。さらにですね、金城学院中学校大学と全て通われていることで 我々所属の大学としては結構愛の深い先生なので、ちょっと楽しみに お話が聞ければなと思っております。ではですね、ちょっと早速ではあるんですけれども、取り組まれている研究とか活動についてちょっとテーマとかお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、テーマは、何をやってるのって言われるといつも迷うんですけれども、はい、教育工学って言ったり情報メディアって言ったりしています。で、いろんな研究やってるんですけれども、私が大切にしている研究の一つが ICT、情報技術を使って、教育教材を作っているということをよくやっています。で、教育教材もいろんなタイプあるんですけれど、私はフィールドとしているのが名古屋市科学館とか名古屋港水族館といった自然史科学系の科学館、ミュージアムの人たちと一緒にやってることが多くて、で、そこの資料をいただいて、それをタブレット教材にしたりしながら、子ども向けの最後はワークショップを開いていくということをもう長年やっている私のライフワークのようなことです。そうですね、名古屋市民としてはどうですか。やっぱり名古屋港とか大好きなんですよ、私。らら名古屋港すごくもう2ヶ月に1回ぐらい通うぐらい、そうですね、大好きで、どこの場所になんかどの生き物がいるっていうのを把握するぐらい大好きなので、ちらっとそのお話を先ほど伺ってめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど。そういうことですね。名古屋市科学館の方も、プラネタリウムもありますし、そうですね、すごい規模がそこ大きいということで、それも好きなんです。なるほどね。なかなかあそこ面白いよね。面白いですよね。特別展示とかよく行きますけど、割とちょっと前にアインシュタイン展かなんかやってて、結構面白かったですね。そうですか。具体的にこう名古屋港、名古屋港水族館さんとかっていうのはどんな教材とか作られてたりするんですか。今まで去年やったのは、去年一昨年とやっていたのは、名古屋港水族館って多分行かれてると思うんですけれど、入り口から入って出ていくと、あ、たくさんのお魚がいたねとか、綺麗だったねって言って帰ってしまう。でも、そうですね、わーってなってこうよかったで、一歩出るともなんかちょっと忘れちゃってるみたいな。でも名古屋港水族館のその飼育の人たちにとっては、自分にとってのたった一匹の魚をちょっと覚えて帰ってもらいたいとか、なんかそういう願いがやっぱりこう全体まとまりとしての魚っていうのも大切なんだけど、その一つずつの生き物に対しても興味を持ってもらいたい、ちょっとどうしたらいいんだろうねっていう話から、ちょっとあまり ICT とは最初関係なかったんですけれど、どうしたらいいんだろうって言って、うちの2年前3年前のゼミ生かな、が考えたのが、その魚の折り紙を作ろうと。で、南の大水槽のところ行くと、いっぱいいろいろな魚がいると、その中で蝶々王っていうシリーズがいるんです。同じ形で、蝶々、なぜ蝶々王っていうと、こう薄っぺらい魚で、ひらひら泳いでいる。ただ同じ形なんだけど、いろんな模様の魚、模様で名前が違う。一点あって一点蝶々王とか、セグロ蝶々王とか、アニメとか、微妙に違ってちょっと違うんですね。だから蝶々王もいろんな魚がいるんだよってことを知ってもらうために、蝶々王の折り紙を作ると。で、その折り紙を折って、で、水族館内でワークショップやってたんですけれど、で、自分で折った魚を水槽の前に行って、
って、はい、で探して、はい、でラミネート加工して持って帰るっていうワークショップをやっていて、でただ折り紙にも著作権がいろいろあるので、はい、市販のものは使え、市販というか世の中に出回っているものは使えないので、学生たちが自分で折り方考えて、その模様もあの、まあ、フォトショップとかそういうので作って、はい、なるほど。じゃあ専用の折り紙を作って、まあ、折り紙を作ってことですか。あらら。でそれが、まあ、一応でも iPad で、タブレット教材にして、こうやって、はい、まあ、蝶々ってどういう魚からどうやって折るんだよっていうような動画を載せるような、あとアプリが作ってるのがいるんですけれど、そのようなワークショップやって、これが大好評 で、ね、去年ペンギンシリーズでやりました。それはちょっと行きたかった。行きたかったね。ペンギンも4種類いるんですけれど、はい、そこもペンギンの飼育の人が言うには、一番大きいエンペラーペンギンとか、はい、お父さんペンギンね、奥の方によくいますね。ちっちゃい子たち、はい、アデリーとか、はい、ヒゲとかになると、あ、子供ペンギンがいるね。いや、違うんだよ、みたいな。種類が。種類が違うんだよ、っていう。だから、それも、やっぱり折り紙で、折って、で、まあ、解説をして、はい、で、そのペンギン探しに行くっていう。楽しい。今年はカメをやろうと。できましたね。あのウミガメが、推しだと。甲羅の形ですね。甲羅の形で。通ってますか。赤ウミガメ、青ウミガメ、タイマイといるんですけれど、甲羅の形と、あとはちょっと顔の形、ここら辺の甲羅の違いで見分けるんですけど、そうですね、これもやっぱりこう折りながら観察しながらやると、もう本当に区別がつくっていう、それができるといいねっていうのをやって。すごい小学生の自由研究ぴったりそうな。そうですね。夏にぴったり。そうそうそう。ぴったりだ。面白いですね。それはなかなか好評を博しそうな。学生たちもこうフォトショップ使うとか結構大変じゃないですか。結構大変です。はい、なんか必ずしもうちのゼミって常にこうデザインができる子たちがいるっていうわけでもないので、はい、いる、そういうのが得意な子がいたりするとすごいバーッと作るんですけど、はい、こちらはいなくって、だから宿泊ですね。じゃあまずはフォトショップ立ち上げて、ここにこういうツールが並んでるね、ここから始まるっていう。まあでもそうやって学生たちと一から作っていくってのはやっぱ楽しいですよね。そうですね。そのワークショップはすごい、ね。行きたいですよ。ぜひ、多分また、どうだろう、年度末ぐらいには、ワークショップ、水族館内でやれたらなとは思って、ですね、いたりするので、行かなきゃ。もともと、こう、名古屋校さんとやりだした経緯とかって何かあるんですか？私は、名古屋市科学館とはずっとやってたんですけど、名古屋校水族館ともすごいやりたいと思ってて、海がすごく好きなので。あ、そうですね。なんですけれど、はい、実はなかなかやっぱり名古屋港水族館とつながるって難しくって、うん、はい、とにかく入り口が全然なくて、どうしようと思って、はい、あれもちょっとどうしよう、でもやりたい、でもどうしよう、そうだ、本を書こうって何かその時思ったんです。名古屋港水族館の時、名古屋市科学館と東山動物園でインタビューの記事の本を書こうと思って、はい、で半年ぐらいかな、名古屋港水族館に通って、はい、で本を一冊書いて、はい、そっからつながりました。あ、なるほど。いかにも研究者っぽい。アプローチが。いやいや、でも念願かなってってことなんですね。そっからもう15、16年かな、はい、ずっと名古屋港水族館はいろんな形で関わらさせてもらってます。そうなんですね。インタビュー記事っていうのはこうどんな感じの内容だ。まあ、水族館も名古屋市科学館も東山もそうなんですけど、コンセプトがあるんですよね。こういう思いで展示をしていますとか、はい、こういうストーリーを持って展示を見せていますとか、はい、展示のこう生態展示であるとか、はい、その特徴みたいなのを、名古屋港水族館らしさみたいなのを館長にずっとこう聞いて、通って聞いて、ずっと聞いて、それを、文章にしたものを。まあ、それは結構館長の熱い思いが詰まってるので、しっかりつながりが作れますよね。水槽の中にこう円形の、なんていうんですかね、顔が出せるような、あるね、ところがいるよ、水の中にそういるみたいなっていう。
か、その時の、ま、初代館長なので今もちょっと違うんですけど、はい、名古屋港水族館っていろいろテーマがあって、うん、北館と南館があって、南館は日本から出発して南極へまで行く通路、うん、その順番に並んでいる南極観測船、富士が通ったような。なるほど、なるほど、そうなってるんですね。で、海を切り取る、水槽は海を切り取って海の中を見せるっていうのなので、はいはい、実際に波を起こさせていたりとか、時間によってスコールが出たりとか、そういう工夫をされているっていう。すごい、なんかそこまで意識して見たことがなかったので、うん、なんかボタンを押して説明聞いてふむふむみたいな、なんか感じだったので。結構何時からスコールみたいな、そういう時間とかを書いてあったりするんですよ。今度意識して見に行ってみるの。他にはなんか名古屋港さんとの取り組みってこうあなかったりするんですか？結構長い間お付き合いされてるってことなんですけど。あとは例えば、今も動いてないんですけれども、うん、南のこの大水槽のところの、なんていうんだっけ、図鑑、検索図鑑、はい、ああいうの作ってた年もありましたし、そうなんですね。あと今でもやってるんですけど、ここにちょっと iPad が実はあるんですけれども、はい、今もこう、子どもたち向けのワークショップをいろんなところでやっていて、その中で今ずっと今も続いている煮干しのワークショップっていうのが、煮干しフライパッド教材なんですが、名古屋港水族館と一緒に作ったものです。で、煮干しって普通にスーパーで売られてる煮干しなんですけれども、はい、全部手で解剖できるんですね。バリバリしているので、はいはい、2つにこうやってパカッと分けると、心臓があったり、胃があったり、腸があったり、頭をパコッと分けると、脳が出てきたりとか、はい、耳石が出てきたりとか、本当に苦労なくこう内臓を分解することができる。今、部分解図って。なんかね、すごい、なんかバラバラになってる絵が。名古屋港水族館と一緒に作ってこう解説、例えば心臓の解説とか、こう分解すると解剖するとここに心臓がついてくることが多いですよとか、こういうこの黒いのが心臓なんですね。そうですね、この三角形の頭の後ろにくっついてる、くっついてたり、前あこう胴の前の方にくっつくこともありますよね、解剖すると。そう、こういうのをこういう解説とかも名古屋港水族館とうちのゼミ生が、当時のゼミ生が一緒に書いて全部添削していただいて、でこういうのを作って、アプリとしてアップルストアから出していただいたりとか。そうなんですね。そうなんですね。で、今でもこれは、夏休みになると子ども向けのワークショップとして一緒にやられるんですね。説明しながらっていうのはやってます。煮干しの部位の説明が、細かくね、分かりやすく、そう、私たちが自分で書くとすごく薄っぺらいものになるか、逆にめちゃくちゃ詳しくなっちゃうから、中間のこの小学生ぐらいが分かりやすくっていうと本当に難しくて、そのあたりは全部水族館が見てくださってっていう、こういうアプリも共同で開発したりっていうのはしてます。これもあれですね、まさしく夏休みの自由研究に使えちゃいそうな。このアプリも全部、もうこう写真とか、もちろん開発も全部ゼミ生、当時のゼミ生がやってますけど、はい、写真とかもすごい全部あの子たちが撮って、こういうのも、だからもうこれ付き合ってる時は、もう常に解剖してて、形のいいものが撮れるように、ひたすら、表情バリバリやってたっていう。使った煮干しは学生たちが美味しく美味しくいただきながら、猫ちゃんのいるお家が引き取ってくれたり、この猫もゼミ生地の猫が、表紙がアプリの表紙が煮干しを食べる、学習帳の表紙が可愛い猫ちゃんです。これは今も取れるんですか？今取得できますか？煮干し学習帳でダウンロードできます。そうなんですね。興味のある方は、はい、iPad 専門なので、そう、あと iPhone からはちょっと落ちないんですけど、なるほど、 iPad 用で作ってます。はい、家帰って iPad で面白いですね、本当に取り組みが。なんか学生たちもこうその ICT ツール使って何かこう伝えていくとか、なんかいろいろと学びとか発見がたくさんありそうですよね。はい、そうですね、はい、いろいろみんな工夫しながら、どうやったら分かりやすくなるかなっていうのも試行錯誤、これも実際アプリに至るまではものすごい試作版もいっぱい作ってますし、水族館、また名古屋市科学館、向こうも名前が出るってなるともう真剣になるので、もう本当にものすごい
いろいろご意見をいただくっていう感じです。そうですよね。あ、まあ、本当に製品作って、まあ、そうするとデザインだったりとか、まあ、あとはその使い勝手だったりとか、多分いろんなことに気を配らないといけないと思うので、本当に勉強になりそうだね。そうですね。結構デザインやったことないんですっていう学生さんも、水族館好きだからっていうところでこう入りやすいかもしれないですね。入り口はね、やっぱりいいよね、そういうのは。何かでもコロナの時もどこかと何かやられてましたよね。なかなかこう、あの水族館とかそういったところに来れないっていうことで、なんか遠隔でこう、なんかやろうみたいな。遠隔でやろうって言っていたのは、はい、私なんかやってた。いっぱいやりすぎて。コロナの時ではないんですけども、はい、でも、これも名古屋港水族館なんですけども、はい、小学校なんですけど、小学校ですか、なかなか、名古屋港水族館に行くまでがもう行けないような山の中の小学校です。なるほど。ちょっと遠いですもん。ちょっと遠くって、はい、でコロナになると、はい、さらにそういう行くチャンスもなくてっていう小学校と、まあ、ドコモさんから、ドコモとも一緒に共同研究よくやってるんですけれど、はい、ドコモさんからお話をいただいて、でそこの小学校でそれこそ今言った煮干しの解剖教室をまずやって、はい、その後、名古屋港水族館の中継でつないでイワシのトルネードを見せていただいたりとか、あとイワシの生態について、はい、イワシの水槽の前で飼育の人たちがしてくれるっていう、はい、そういうのをやったりとかしてました。なるほど。そこイワシトルネードが結構すごいですよね。すごいですね。確かに、なんか、私は本当海の人間なので、日常からそういうのを触れてたんですけれども、やっぱりこう、まあ、岐阜とか奈良とか、海がない県の人からしてみると、全然見たことない世界なんですよね、きっと。なんか名古屋にいると水族館に行くのが当たり前だし、日常の中に割とありますよね。はい、でも、それも実はすごく限られたエリアなんだなっていうのはちょっと思います。確かに、言われてみればそうかもしれないですね。恵まれてるっていうことだね。しかもあんな規模の大きいところ、東山動物園も名古屋市科学館もあってっていうのは、はい、すごく恵まれた地域で、そうですね。なんかすごい、なんかなんて言いますかね、イメージしてた以上になんかこうそのワークショップの感じとかがなんかすごい、うん、そのなんかもう本当に教育教材だった。というか、そういうのがすごくドンと出てて、なんかびっくりしましたね。実践的というか。そう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 。折り紙までやってるとは思わなかったんで。やり方を考えるってどういうなんですかね。結構難しいですよね。もうだからネットで検索するともう別にペンギンも魚もいろいろいるんですけど、はい、ちょっと変えないと著作権にやっぱり引っかかっちゃうんですね。ちょっと自分たちでいろいろって、じゃあこれならいけるかもみたいなので、その後デザインをして。まあ確かに自分で折って、よく見ながらやったやつだと、その水槽の中の見方が変わってきますもんね。そういった気づきを提供できるって本当に大きいですよね。模様がついてるって初めて気づくとかね、そこで。そうですよね。ヒレがあるとかね。はいはい、探究型学習にぴったりな、ね、面白い内容だなと思いましたので、じゃあね、ちょっと寂しいですけど、はい、1回目の時間はこれくらいなので、次回はまたちょっとまだまだ、ね、科学館さんの方の話も聞けてないですし、いろいろとお伺いしていければなと思いますので、ね、はい、ちょっと寂しいですけれども、盛り上がっているところで、本日の回は、これにて終了させていただければなと思います。次回も引き続き、野崎先生にお話を伺っていきます。研究の魅力についてまた一緒に触れていきましょう。それでは、さよなら。さよなら。ありがとうございます。